力がすごい入りやすくなってますね。寝不足ですかね。今日はそうですね。昨日寝つけなくて。ちょっと冷えてますね、腕も。うん。前もそうだったんですけど、自律神経がね、乱れてるんですよね。結構体に温度ムラあったりとか。そうなんですよ。なんか手足冷えてるけど別に寒くないみたいな。痛いですよね。痛い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 。いただきます。痛い。痛い。痛いですね。本気で痛い。ねえ、もう脇ね、凝ってますね。痛い。もう叩くのが痛いってなるとこうですよ。このぐらいでだったらどうですか。大丈夫。これでもいい。これそうか、そんななんすね。そうっすね。ちょっとじゃあストレッチしましょうか。まず硬いんですよ。伸ばします。これがもう辛いですもんね。痛い。辛いそうです、ね、これぐらいですかね。これでもう十分伸びてますか。はい。痛い。いかに後ろに持ってきてないかっていうことなんですよ。これね。痛い。でもあれですよ、やっとかないと四十肩になりますよ。抵抗が強い。力抜いてるつもりなんですけどね。が悪くて腕に出るっていう。どうですか。大丈夫。持ち上げますね。楽にしててくださいね。はい。でも上がるのはそれほど引っかかり感じないですね。
痛みますか？そこ痛いです。うん、硬いんですよね、まあ普通に全体的にここも痛いは痛いですよね。痛いです。痛いですよね。でもなんか多分全体的に痛くないはない。痛いんですよね。痛い。多分全部痛いんですよ。痛い。やっぱ脇が飛び抜けていたかったですね。あれそんな痛がってたことないですもんね。大丈夫ですか？あ、はい、うん、左の方が痛みへ少ないですかね。あ、じゃあそこ痛い。ここ痛いですね。あ、めっちゃ冷たいですね。あら、肩が変なの。手はあったかいのに今。そうなんですよ。自律神経の乱れです。痛いですね。
硬いっすね。ああ今日は硬い。